川端成道は東京都三鷹市生まれのバイオリニストである。レコードレーベルはビクターエンタテインメント。父、正尾はバイオリンの指導者であったが、幼年期はバイオリンを持たせなかった。8歳の時、祖父母とロサンゼルスへ旅行した際に風邪をひいて、日本から持って行った風邪薬を飲み、その風邪薬の副作用でスティーブンス・ジョンソン症候群にかかり、 一名は取り留めたがその後遺症で角膜を損傷し、視覚障害を負ってしまった。10歳の時バイオリンを手にしたが、わずか3年後の1984年、中学校1年生で、第38回全日本学生音楽コンクール、東京大会中学生の部第3位を受賞した。また、同年、アイザックスターンの公開レッスンに参加し、スターンから賞賛を受けた。 1987年、東方女子高等学校音楽科に入学し、江藤俊也に支持する。1990年、東方学園大学音楽学部に入学、同年の第59回日本音楽コンクールで第3位を受賞。1994年、同大学を卒業した。1994年9月、江藤俊也の勧めで、 英国王立音楽院からの奨学金を得て、同音楽院大学院へ留学。1996年、英国王立音楽院競争曲コンクールで、第1位を受賞。1997年、同音楽院175周年記念コンサートで、ソリストとしてブルッフのスコットランド幻想曲を演奏し、その後、スペシャルアーティストステータスの称号を与えられて、 同大学院を主席で卒業した。1998年3月、サントリーホールにおいて、小林健一郎式日本フィルハーモニー交響楽団とメンデルスゾーンのバイオリン競争曲を共演して、日本デビュー。1999年12月、ファーストアルバムをリリースし、15万枚を売り上げる。2000年9月、ロサンゼルス公演でアメリカデビューを果たす。 2002年9月、カーネギーホールへデビュー。イギリスを拠点に、海外、日本国内で演奏活動を行っている。通常の演奏活動の他に、西アフリカ難民のためのチャリティーコンサート、赤十字チャリティーコンサート等、継続的に国内外で平和、弱者に光を当てるチャリティーコンサート活動を、精力的に行っている。2007年4月21日には、 セルベニカス式のスロベニア国立マリボール歌劇場管弦楽団と共にボルフ・フェラーリのバイオリン競争曲の日本初演を行った。ありがとうございます。